You're listening to Shibuya Cross FM。 さあ始まりました、はい、デジワーズ。こんばんは、 MC の西村信明です。アシスタントの川谷香音です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ香音ちゃん、この番組どんな番組か教えてください。はい、この番組は株式会社リアレーションが運営するプロダクション、はい、インキュベーションデジタルが東京渋谷の FM ラジオ、うん、渋谷クロス FM はい噛んだはい噛んだやばい、はい、せーの、 FM から毎月第2木曜日の19時から19時50分まで生放送でお送りする番組です。はい、はい、SNS やライブ配信、 TikTok などオンラインで活動するタレントたちと一緒に次世代のスターとなるため最新のトレンドを追っかけます。はい、ありがとうございます。はい、アシスタント MC、 うちに来るアシスタント MC はみんな噛むね、ここね、はい、いや緊張する。いつもやってもらってるりなちゃんも、もうめちゃめちゃ噛むよ、うん、本当に噛むから、いやまあ噛むやろなと思ってた。今日はじゃあこれから噛まないように頑張ります、はい、ちょっとでもね、今日まあいつもとちょっとアシスタント MC が違うんですけど、うん、はい、まあ、りなちゃんがちょっと別件の仕事があってちょっと今日来れないということで急遽かのんちゃんに来てもらってんけど、かのんちゃんちょっと今日来てくれてるね、なんかいっぱいおるから人が、やっほー、自己紹介を元気ですか川谷かのんです。さ、もうりなちゃんとタイプが違いすぎてさもうさ、りな、うん、ちゃんって友達3人ぐらいしかおらんねんけど、うん、かのちゃんなんか5万人ぐらいいそうだな。かのいっぱいいます、友達。もうみんな、もう友達です、みんなもう友達になっちゃったすんません、お願いしますお願いします。え、かのんちゃんは普段何してんの？うちのインキュベーション、ね、所属です、所属してて、はい、配信とかしてんの？配信は TikTok 配信。あ、 TikTok、 あ、 TikTok もやってんのや。やってます。で、インスタとか、うん、まあ、Twitter とかもやったりとか、ちょこちょこやってます。お芝居とかなんかそういうのってやってない？お芝居はやってない、うん、前アイドルやってました。あアイドルやってたんや。そうです。なるへそなるへそ。あ、そうなんやね。そうです。で、まあ今回ちょっと急遽、うん、え、いつ知ったん？今日、昨日の夜。昨日の夜？そう、昨日の夜。おいおい、マネージャーもうギリギリなの。おいおいおい、昨日の夜、うん、そうなんですよ。すんません、ほんまに急遽来ていただいてごめんなさい楽しみにしてました。お願いします。ちなみにこういうアシスタント MC とかさ、うん、したことある？初めてです。初めて？そうでもなんか喋り大丈夫そうよね。なんかさっき楽屋でさ、うん、話してた感じもそうやけど、なんか全然喋れそうよな。いやでも今めっちゃ緊張してて。マジ？滑舌悪いんですよ。あ、そうやろうな、噛んでたから、うん、しかもやり直したところFM からやり直してたから渋谷クロス FM じゃなくて FM ってな。英語が苦手です。英語苦手、うん、英語苦手。さっき漢字マネージャーに聞いてたよね。そう、漢字も苦手です。あ、じゃあ全部、あ、ま、ひらがなが得意。アホでいい、うん、アホじゃないです。アホじゃない、うん、あ、違う。ちなみにかのんちゃんはこのなんかゴールデンウィークとかさ、うん、なんかのどう過ごしとった？韓国行きました。韓国？韓国行きました。おい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 、マジかよ。え、どうやった？楽しかった？もう楽しい。もう日本から、うん、もう日本に住みたくないと思っちゃいました。私日本合わないと思います。え、女の子ってさほんまに好きじゃん韓国。韓国、もうそもそも海外がいい。韓国のさ、ちょ、わからん、魅力を教えてくれ。なんか食べ物が美味しいとかさ。あ、美味しいです。美味しいじゃん。美味しい。俺韓国料理がね、あんま好きじゃなくて、あ、辛いのがあんま好きじゃないよ。あ、でも辛いものじゃないものもあるんですよ。あんの？うん、辛くないお鍋、サムゲタンとか。なんかサムゲタン、鶏が入ってるやつ。サムゲタンって辛ない？辛くないですよ。真っ赤やん、あれ鍋。え、真っ白ですよ。え、何と勘違いしてんの？あれ違う？うん、真っ白です。真っ白か、うん、サムゲタンか、うん、あ、サムゲタンスープ、うん、めっちゃ美味しかったです。はい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 、超美味しくて。あ、そうなんや。もうこっそり持って帰ろうかと思ったんだけど。こっそり持って帰ろうと思った。肉ダメで、トランケースの中に入れたら。当たり前やろ。何を言うとるやん。だから肉の中にもういっぱいいっぱい詰めて帰ってきました。あ、そう、うん、ちなみにその韓国は、俺はその料理よりもなんか美容のイメージが強いよ、うん、なんかみんな使ってるなんか化粧水とか化粧品、うん、なんかメイク用品もそうやけど、うん、韓国のものですっていう子結構多くて。でもそれはもう今の時代新大久保で買えるんですよ全部だから韓国行かなくてもゲットできちゃうから、うん、もう食べ物とか、うん、あとなんかちょっとイケメンがいっぱい歩いてるイケメン、なんやこいつらなんやこいつらまあでもそうや、なんかはい、あそこにもさ、いっぱいアイドルのさ、うんうん、なんか劇場みたいな、シアターみたいなのがいっぱいあるからさ、うんうん、
多分その、ね、やってるアイドルグループの子たちとかもいたりするんやろうね、多分。あ、そうなんだ。そう、多分だからそれでこうイケメンやったり、うんうん、韓流、ね、うん、のイケメンが多いんやろうね、多分やと思う。俺は新大久保遊びに行こうとはならへんな。でも新大久保もめっちゃ楽しいですよね。めっちゃ楽しい。いや、女の子は好きやろうね、うん、なんかいっぱいこう食べ歩きとかもできるしさ、うん、いいよね。それはいいなと思うんやけど、うんうん、あんま韓国料理も好きじゃないから、あんま魅力を感じやんのよな。いや、でもじゃあ美味しいお店まだ行ったことないんですよ。ないと思う。そう、ないから俺こんなん言うてんやと思う。多分美味しいものは本当にもう美味しい。あ、そう。もう1日で5キロぐらい太れちゃうぐらい。ちょっと待って。はい、持った。彼女はとても話を盛りますね。はい、でも本当に美味しいから。あ、そう。本当に美味しいです。うん。はい、わかりました。はい。今度食べてみてください。はい、いきます。サムゲタンも食べてみます。はい。はい、ということでは、はい、最初のオープニングトークはこれぐらいにして、はい、最初のコーナーいきましょうかね。はい。はい、番組をご覧の皆さん、ゲストや番組ツイッ、あ、やばい、また噛んじゃった。しょえ。なしょえ。はい。ゲストや番組について質問や感想があれば、はい、ツイッでハッシュタグでカタカナでジーバーズでつぶやいてくださいね。はい、お願いします。お願いします。ジーバーズでぜひコメントください。お願いします。はい、はい、じゃあさ、これでは、これでは。やばい、超やばい。それではオープニングトークこれくらいにして最初のコーナーに参りましょう。はい、西村さん、お願いします。はい、最初のコーナーはこちら、紹介ダイヤモンドドリーマー。はい、はい、このコーナーは次世代に担うモデル女性タレントを発掘を目的として、インキュベーションが開催した大型オーディションイベント、ダイヤモンドドリームオーディションの受賞者2人にお越しいただき、今後デジタルでバズること間違いなしの彼女たちにいろいろお話を伺おうというコーナーです。はい、お願いします。お願いします。では紹介していきましょう。オーディション受賞者から、あ、噛んだ噛んだ、受賞者から登場していただく、釣られてるのはこの2人です。まず準グランプリの柳さとこちゃん、はい、お願いします。で、審査員特別賞の花輪えりかちゃんのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずさとかちゃんから、準グランプリの、はい、さとかちゃんからお話を伺いたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダイヤモンドドリームオーディション準グランプリの柳さとかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。簡単にちょっとじゃあ自己紹介を。はい、はい、私は今、うん、25歳で会社員をしてます、うん、あ、そうだ、会社員な何してんの実はあ、そうだ、あ、会社員なんや。実は会社員なんですけど、うん、まあ、大学卒業して、うん、あの上京、こっちに東京に上京してきたんですけど、うん、その会社員しながら、もともとアイドルをやっていて、え、会社員しながらアイドルしてたあ、そうです、そうです。ありな、会社あり、ありやったんやあ、そう、ありで、ほうほうほう、で、1年前にアイドル卒業して、うん、そこからまた会社員をしてたんですけど、うん、ちょっと機会をいただいたというか、いただいて今回このオーディションに参加させていただいてます、うん、あ、そうなんや、はい、会社員なんやそうです。はぁ、なんかまあこのイベントっていうのが2ヶ月間、うん、まあ、配信を毎日するっていうイベントやって、うんうんうん、それでまあ、あの賞を受賞したお二人なんですけど、うー、すごいね、会社員やったんや、元あ、そうです、も元会社員は現会社員で、あ、そうか、現会社員もな、そうやな、元アイドルです。へー、じゃあ仕事できるんですね。できるな、すごいすごいね。ちなみにその会社っていうのは何してんの、事務とか。あ、営業です。あ、営業してんの可愛いからいっぱいね、うん、マジか。あ、なるほどね。そうです、ありがとうございます。じゃあ佐藤さん、じゃあ次ちょっとエリカちゃん、はい、お願いしていいですか。はい、ミクチャメではエリピピこと、うん、花輪エリカと申します。エリピピ、はい、はい、エリピピ16歳の高校2年生で、はい、オーディション系は今回初めて受けて、趣味はダンスと、趣味はダンスと読書と音楽を聴くことが趣味です。チャームポイントはあのこの辺にある涙袋がチャームポイントです。かわいい、かわいい。ちょっと待ってね、はい、今日制服、それ制服です。リボンを外してきました。16歳だって。さらに下きたで。さらに下、すごいね。16って高校2年、高校2年生です。今2年になったところか。はい、若い。しっかりしてるよね高校2年でマジすごいね。
え、じゃあこういうそのさ、うん、その配信のイベントとかも初めて？初めてでした、全部初めて で審査員特別賞取った、ありがたいことに。すごい。いやだってもう見てる人多分パパやで。パパの年齢よ。パパか、すごいね。で、今は普通にその高校通いながら、どうしてた配信期間中？ちょうど春休み期間とかぶってて、うん、そうか、そうか、挑戦しやすかったのもあるんですけど、うんうん、あの三次審査はちょっとかぶっちゃってたんですけど、うん、夜でも来てくれる方がたくさんいて、うん、そのおかげでなんとかって感じでした。マジか。え、さすがに授業中配信とかせんかった？授業中してない。さすがにしてんのか。授業中だね。すごいな。16歳飛んで会社員でアイドルやって、っていう異色やね、うん、すごいわ。多分カノだったら学校休んじゃうと思う。いや休むよ。休むさすがにちょっと休んでました。さすがに遅刻とか あしてた。え、それでもさ、休む理由なんて言ってたの？休む理由、あ、体調不良で。あるね。あ、そうなんや。そこはちゃんと嘘ついてたんや。しっかり嘘ついてた。嘘ついてたんや。そうかそうか、はい、でちょっとあの2人についてね、うん、この後どんどん深掘りしていこうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃ早速ちょっともう、はい、オーディションとかちょっと僕とかかのんちゃんとか全くその情報がないから、そのオーディションのちょっと聞きたいねんけど、はい、まずじゃあエリカちゃん、なんでそのオーディション受けようと思った？はい、まず私あの配信始める前は、うんうん、あの SNS をずっと行き来してて、うん、暇人だから、うん、ずっと SNS を見てたんですけど、うん、広告で TikTok とインスタ、うん、であのダイヤモンドドリームオーシャン、ミライちゃんとか、あ、ミライな、うんうんうん、ランちゃんとかが、うん、なんかやりますよみたいな感じの広告を見て、うんうんうん、本当は受ける気とかなかったんですけど、うん、モデルさんにずっと興味があって、うん、でも勇気がなくてできなかったんですけど、うん、あのその最後の日、うん、締め切りの最後の日に、あ、このイベントの応募締め切りが最後の日に、うん、あ、もうやってやれとって、うん、あ、応募したんや。応募しちゃいました。はい、はぁ、じゃあ、はい、なんかその何モデルとかちょっとやりたくて、はい、勇気出して応募したって感じ。応募したって感じ。なるほど。さとこちゃんは？私もあのもともと広告で見て応募したんですけど、うんうんうん、なんかひど、あ、山内すずちゃんの、すずちゃん、うん、うん、大丈夫か？みんなに映ってんの、噛むの大丈夫か？うん、すずちゃん、山内すずちゃんの、うん、あの動画を TikTok で見てて、うんうんうん、で、だから多分広告が流れてきたんですよ。あ、多分山内すずちゃん好きみたいなので広告が来て、はいはいはい、で、見て、あ、受けてみたいなっていうふうに思って応募しました。なるほどじゃあ広告流れてこなかったら今ここにいないわけですよね。そうなんよ。すごい運命感じますね。すごいね。あ、そうやったんや。え、ちなみにそのさ、審査って何すんの？何時まであったん？審査は全部で1時、2時、3時3時まであったん？で、その1次審査はまず何したん？最初は1次審査は対面の面接をして、うん、そのうちの事務所のスタッフの人と、そうです、え、面接から始まるの？面接から。結構あんま聞かへんな、うんうん、ね、うん、え、それ一人一人、それとも集団で？集団面談だったけど、私は2人でした。緊張すんなそれ。え、もうなんか応募したきっかけとか、うんうんうん、普段何してんのとか、うんうん、そういうのってこと？そうですね。あ、じゃあもう俺らが受けるようなオーディションと似たような感じなんかな、うん、ほんなら。そうですね。緊張した？私はあんまり緊張するタイプじゃない。あ、そうなんや、はい、確かに今日略称は言うとったもんな。略称とか言ってない。言うてたもんな、このラジオ。な、全然楽を言うとったもんな。略称とか言ってない。あ、対面のオーディションなんや、うん、で、それでまあ合格しましたってなって、うん、次2時をがみくちゃの配信審査。あ、もう2時からみくちゃの配信やったんや。え、ちなみにさ、そのわからんかったんや、何人ぐらいおった、その配信やってる子たちは。配信わからん、なんか話に聞いた感じだと100人ぐらい、うん、あ、2次審査で100人ぐらいみたいな。100人って聞いてたよね。100人ぐらいいて、じゃあみんなで一斉にその配信を始まったってわけか、うん、そうですね。順位が50位以上しか出ないから、うん、その他の下の50人は出ないから、なんか50位以上はリアルタイムで出るの、その今ないですみたいな。そうです、そうです、そうです。それ毎日更新されてくる。そうなんです。なんでもうずっとそのぐらい。うわ、嫌や俺も。わかるわかる。絶対嫌だ。すごいね、うん、あ、じゃあ今日は例えばじゃあ
50位やったで次30位になってるとか、うん、そういう感じってこと。起きたら順位下がってるみたいな。わかる。やばいな、ね、やばいな。あ、そうなんや。そうです。で、それがじゃあ二次審査して、うん、それを2ヶ月間やったん？2ヶ月か。二次審査は、2次は3週間。あ、3週間ぐらいなんや。1ヶ月ぐらいです。じゃあもうほぼみんな2人ともがっつり、もう2週、あ、3週間はもう、うん、がっつり。ちなみに何時間ぐらいやっとった配信？私はもうだらだら長くやっちゃってて、うん、7時間ぐらい配信してました。7時間1日、うん、すごい。何時間撮ったの？でも最初、うん、一番始めた最初もちょっと学校かぶってたんで、うん、最初の方は全然2時間とか1時間とかやったんですけど、うんうん、あのだんだん慣れてって、うん、でも7時間やってたかな、うん、7時間ぐらいはやってましたね。すごい。何すんの7時間7時間を何すんの盛り上げてくださるんですよ、コメントで。すごい盛り上げてくれて、うん、ありがたいことです。その7時間やってる間さ、はい、同じ人もずっとやったりすんの？います、います。マジで、すごい。すごいですよ、ね、で、そのポイントをこう投げてくれたりとか、うん、超ええやつやん。そうね、そうね。めちゃくちゃええやつやん。いますよ。ああ、ええやつ。ええやつ、ええやつ。ええやつ、ええやつ。すごいね。ありがたい。マジで。マジでありがたい。すごい。で、それがじゃあ二次審査やって、50位まで、まあ順位出ますってなって、うんうん、でそっから3次は何人残んの？20人。上位20人。うん、え、ちなみにさ、その通った時は何位やったの？20位。1位でした。1位。すごい。あ、1位。そこ1位やったんや。私は6位だった。あ、でも1桁やったんや。あ、すごいね。分かんない、覚えてない。そっからで3時に行くやん。そのポイントって持ち越しなの？7% 持ち越しです。 7% 持ち越し。なんでそんな中途半端なんやろな。ねえ、ラッキーセブン。ラッキーセブンね。ラッキーセブン。1000ポイントあったら70ポイントが3次審査に行かされるってことだよ。はあ、で、その三次審査もが結構長かったんか、ほんなら。そうですね、三次が短くて。逆に短かったんか。逆に短かったです。10日間とか、うん、あ、もうじゃあ短期集中で。いや、全然覚えてない。じゃあもうみんな覚えてない。覚えてる。いや、その間はじゃあもうみんなもう死に物狂いやってたってことだ。 その10日間は三次の方が厳しかったです、うん、めっちゃもう戦いがバチバチのバチバチのなんかあのモグリンって言って、うんうんうん、ミクチャだと、うん、浮上しなかったら、うん、浮上ってなんかコメントとかしなかったら、うん、誰が入ってるかとかわからないから、うん、偵察をしに行くみたいな。お互いが。そうです、そうです、そうです。忍者みたいなやつがおるってこと？ その姿がわからないやつがおるってこと？スパイみたいなやつがおるってこと？はー、すごい。で、まあ、その順位出んの？毎日1位は今この何々ちゃんですみたいな出るんや。うわー、なんか怖いな。すごいですね。やったことある？配信名の神田ちゃんとか。配信のオーディションってことですか？なんかそのイベントみたいな。イベント、配信イベントみたいな。ないですね。ないよな、うん、全然ないですね。え、でも2人ともそういう配信イベント初めてってわけやろ？イベント初めてでした。初めてでした、うん、すごい。楽しめてた、うん、楽しめてた。楽しかった、めっちゃ。なんか、うん、楽しかったんや。楽しかったです、めっちゃ。すごい楽しかった。ぼちぼち。あ、そうなんや。ぼちぼち。でも、そうだ、俺多分無理やな、楽しんでやんの。なんかもう、順位気にしてしまって。あー、でも確かに順位は気にしたよね。順位はずっと気にしてました。さすがに気にするよな。そうよな。すごい。じゃあ、そのさ、よく応援に来てくれてた人とかもやっぱ認識してる、うん、こう、うん、何々さん、あ、また来てくれてるとか。わかります。名前覚えるの得意です。あ、得意。へぇ、いや、めっちゃ苦手。いや、そうよな。え、俺のこと忘れた？よかった。よかった。すぐ、そこに見ます。あ、そうなんや。なるほどね。なんか、質問ない？なんかその、今まで聞いててさ、ちょっとこう、カノンちゃん的になんか7時間やってて、あの7時間の時にもう生活混ぜるんですか？ご飯を作ったりとか。あ、ね、あ、寝たりとか。はいはい、はい、寝るのはダメだけど。あ、禁止されてんの？あかんねや。寝落ちしてあかんねや。じゃあ、ちょっとアカウントがバンされちゃう。寝たらもうじゃあ厳しい。俺もすぐ寝るわ。絶対寝る。すぐ寝る。絶対寝る。そうなんや。眠
眠かった、めっちゃ眠かった。やろうな、はい、え、なんか話してるだけじゃなくてさ、なんか他にしてなかった、なんか歌歌ったりしてますか、うん、あー、歌か歌と、あとご飯食べたり、うんうん、あ、ご飯は OK なの、ご飯は OK、 そう、OK なるほどね。え、じゃあそのさ、俺はその、じゃあ聞きたいの、その配信中でさ、楽しかった、一番楽しかった、一番楽しかった、うん、楽しかったって、嬉しかった、嬉しかったことでもいいよ、嬉しかった、一番、うん、最終日に、うん、あの全部が終わって、うん、あの全部順位が決まった後に、うん、ある方、うん、リスナーさんの一人がなんか、うん、これは第一歩に過ぎないし、うん、みんなからいただいた愛だから、うん、これをあの大切に育ててねっていう、うん、その言葉が染みて、うん、めっちゃ嬉しかったっていう、泣いた、泣いてはないけど、泣いてはないらしいです。そこは嘘でも泣いたって言っといた方がいいかも、はい、泣きました、めっちゃ泣きました、めっちゃあ、そう泣きましたね、あるあ、でも私は今まで一番嬉しかったこと、逆に 最終日めちゃくちゃボロボロに泣いたんですけど、そうなんだ、ね、なんか感動して、あ、頑張ったなっていう、そうだから準グランプリなったわけやもんな、そうなんですけども、嬉しかったことは、うんうん、なんだろうな、その結構同い年のライバーさんがみくちゃんにたくさんいたりして、うん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 、そのライバーさんがなんか私が夢をなんか配信で語ってるところを見て、うん、すごい勇気が出たから、うん、頑張れるからありがとうっていう風に言ってくれたりしたのが、うん、なんか私はすごい心温まって、うん、え、なんかその嬉しかったですね。分からんけど年齢層ってみんなどれぐらいなの、そのやってる、うん、配信してた子たち、若い子だと小学生とかいる、小学生いますいますいます、小学生います、います、携帯使えるんだ、マジすごい、小学生ギャルみたいな、そう、小学生ギャルオーディションみたいなのがあって、あ、そうや、公園で走り回っとけよ嘘やろ、配信小学生すんの今、いますいます、マジすごい今の子、じゃあ今日もしかしたら小学生来てたかもしれへんの、でもこのオーディションは14、14、14、あ、違うオーディションで小学生、別のオーディションでってことか、うわ、すごいいや、すごい、まあでも小学生さ、今当たり前のように携帯持ってもですよね、持たしてもらってたでしょ、いや、もうあの、なん、あれなんていうの、お守り携帯みたいな、ママにしか電話できない、何番みたいな、ママ、パパ、おじいちゃんとか、あ、家とかな、あ、え、2人は携帯いつから持ってた、私、高校生から、高校か、小6、あ、早い、今時ですね、今時やな、16ちゃんやもんな、16ちゃいですね、16ちゃんやもん、はい、16ちゃい、そうなんや、え、じゃあ、なんかそのまあ、そう嬉しいありましたってなって、なんかそういう感謝さ伝える場ってなんかあった、うん、うん、それからだって結果終わってからさ、配信ってもうやってないわけよ、お礼配信みたいなのを、あ、お礼配信終わった後にしたんや、じゃあもうその時はもう2人ともボロボロ泣きながら、うん、泣きましたね、泣きましたね、泣いてた、どっちおるからね、視聴者、視聴者おるからね、やばい、どうしよう、どうしよう、やばい、あ、そう、そうか、そうか、で、なんか、あ、なに、お礼配信の後も、うん、私は続けて、普通にミクちゃん、あ、続けてんねん、配信、はい、続けてます、私は、それじゃあ、延長でエリピピやったエリピピはやめたんだよね、恥ずかしくなっちゃって、うん、あの、カッコで花輪エリカってつけました、名前つけたんや、かわいいのに恥ずかしくなったんや、恥ずかしかった、ちょっと気づいた、多分ね、恥ずかしい、恥ずかしい、まず恥ずかしい可愛い、可愛いのに、でも16歳やったら許されるか、許されるか、確かに私がやったらやばい、サトピピそうかも、サトピピ、そうやな、きついか、ちょっと、そうやな、会社員サトピピ確かに、え、でもなんかあれやろ、で、なんかショーで準グランプリはなんか雑誌のジッパーあ、そうなんですよ、何これ、ね、出るってこと、ジッパーの、あ、そう、ジッパーの雑誌に載らせていただける、うん、みたいで、まだちょっと詳細は分かってないんや、そう、分かってないんですけど、でも出させてもらえるんやって聞いてて楽しみです、すごいな、すごいね、これはちょっと楽しみやね、うん、これはぜひ買ってください、今日いつ出るか分かってたらな、言えたのにな、うん、な、告知できたのか、分かんないんですよね、そうなんや、え、じゃあなんかちょっと、ま、これからの話やねんけどさ、うんうん、何したい、何したい、サトピピとエリピピやめて、何したい、サトピピ、エリピピは何したい、私はずっとモデルさんが夢だったから、うん、そうやな、モデル言うとったもんね、のラーメンを歩きたくて、どうしても、え、ラーメンは、ラーメン、ラーメンじゃない、ラーメンじゃない、ラーメン、ラーメンを食べ歩きたくてって、わけわからん、え、みたいな、モ
あね、それもありだけど、うん、あのランウェイを歩きたくて、ランウェイをね、それで、あのなんだろう、今は TikTok とかもそんなにたくさん上げてるわけではないから、うん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 、これからたくさん SNS とかも頑張って、うん、いろんな人に認知してもらって、何ランウェイとか歩けるようにちょっと頑張りたいなって。なるほど、はい、ランウェイがじゃあとりあえず今その目標やでな。そうですね、はい、エリピピはな、エリピピはそうです。え、エリピピは、エリピピ、あれ、ちょっとサトピピ、サトピピ、もうピピややこしいよ、やめよ自分で言うて、サトピピ、サトピピは、あ、そう、サトピピは、サトピピは、サトピピは女優さんを目指してオーディション参加してたのもあるので、お芝居やりたいな。あ、そうです、お芝居に興味があるので、なんかそういう方向に行きたいなっていうふうに思ってます。あ、そうなんや、うん、まあでもそうよね、お芝居やっぱやりたい子ってやっぱ結構多いか、その、うん、ゲストに来てもらう子たちもやっぱ多いから、うん、サトピピもじゃあね、うん、俺 もう今お芝居メインでそうさせてもらってんねんけど、うん、そうやっぱ仲間が増えると嬉しいから、うん、ちょっとサトピピもぜひ、うん、サトピピもぜひちょっとお芝居、そう、爽やかな女優さん目指してな、爽やかな女優さんなんや、似合う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 。ちなみになんか好きな女優さんとかおんの、なんかこの人のお芝居好きやなとか、うん、あ、お芝居が好きなのは、うん、あの長澤まさみさんなん、長澤まさみさんなんや、もうすごいもんね、もう、うん、だってもう3枚目とかもさ、もうふざけた役もできるしさ、うん、そう、本当にそこがめちゃめちゃちゃんとした役もできるしさ、すごくていいよね。キャラが好きなのは、うん、吉高由里子さん。あ、はい、あ、そうなんや、うん、そうかそうか、なるほど。なんかある質問、質問、うん、質問、好きな食べ物なんですか？これからのことになる、好きな食べ物、好きな食べ物、好きな食べ物ありますか？すいません、ありますか？好きな食べ物、焼肉、あ、カノも大好き、焼肉、ベタベタ、はい、チーズ、なんだろう、エリピピは、エリピピ、うん、みかん、あ、みかん、エリピピ組みづらいな。え、ノブピピは、ノブピピはノブピピは好きな食べ物か。ノブピピなんやろうな、好きな食べ物。でもラーメンかも。あー、ラーメン出たしね、変化されたね。そうだからラーメン食べ歩きって聞こえたからラーメン食べ歩きと思ってだからラーメンやったよ、変化されちゃった。ラーメン、そうやね、うん、好きかも。カノピピは、カノピピ、カノピピ、わたあべ、あ、美味しいよね、美味しそうに、本当大好き、本当に大好き。ごめんな、あの今後の話したら何でそんなに食べてる話したもうそれすぎやから。めっちゃ美味しい。え、ちなみになんかこう、何、みんな、これみんなに聞きたいんだけど、なんかこう目指してる憧れの人みたいなおる、うん、まあまあさっき言ったその長澤まさみさんもそうやけどさ、なんか私はそのランウェイで言ったらさ、中条あやみちゃん、中条あやみちゃんね、最近結婚されたね、ああ、ね、そうなんです、ね、中条あやみちゃんみたいになりたいんよ。そう、なんか女優さんとかもできるし、そうやね、あとなんとランウェイ歩く時のギャップがすごいなと思って、うんうん、ちょっとあれはなんか可愛い系じゃなくてクールビューティー系よね、うん、そうよね、そう、めっちゃいいなと思って。え、でも可愛い系じゃない、違う、クールビューティーで、クールビューティーになりたい、なりたいや、なりたい、重ねたらな、なりたい、なるかもしれんからな、はい、うん、彼女はえ、なんでもいいんですか、なんでもいい、え、だったら、うん、あの空飛べる動物になりたいです、誰とかカラスとかトンビとか、おお、じゃあそろそろお時間が来ましたので次の話題に行きたいなんでよ、なんで空飛びたいって、飛びたい、鳥になりたいってこと、そうなんですよ、移動とかめっちゃ楽じゃないですか。いや、そりゃそうやけどさでもさ、なんかこう食べられない、わた、まあ、わため食べれるか、鳥でも、うん、わた食べれる、食べれるか、そうか次のコーナーにじゃあちょっとツイッターのコメント、はい、ね、拾いましょう、せっかくなんで。どう、ここまで半分も終わったけど、お、早い、あっという間、あっという間やけど、ね、マジであっという間やから、うん、サトピピ定着しとる、はい、やめてやめてやめて、サトピピ定着しとる、一応柳里なんですけどあ、そうだ、柳里、柳里かだから、うん、柳里って、あ、柳里なんや、ほんまは、でもサトピピって呼ばれるかもしれない、定着してるっていいよいいよいいよ、他来てますか、なんか、うん、どれ呼ぼうかな、いっぱい来てる、え、なんかいっぱい来てます、見ますか、ね、マジでめちゃくちゃ、うん、移動で空とか、ノブピピ、ノブピピ、絶対ノブピピのキャラちゃうやろ、俺、いいですよ、ノブピピ、ノブピピのキャラちゃうやろ、かわいいよ、かわいい、他は、あ、寝る配信禁止なんだって言ってるもね、やっぱその知らん、知らんからね、うん、
カノンちゃん青春高校からファンですって。カノンちゃん前出てた番組の青春高校って番組が出とった、はい、あ、そうなんや。見てくれてる、ありがとう。でも皆さんちょっとどんどん、うん、あのコメントしていただければと思いますんで、うん、お願いします。ツイートしてください。はい、はい、ということで、うん、最初のコーナーちょっとこちらで終わりましょうかね。はい、はい、じゃあ一旦、CM 挟みます。絶対 CM なんかないけど。CM ないんだ。はい、挟みます。はい、Music's our various emotions. Love is the message. Wow! You're listening to Shibuya Cross FM.はい、それでは続いてのコーナーはこちら、今月のバズ学クイズ。イエーイ。こちらのコーナーは最近流行がクイズになって出題されているので、それに西村さんとゲストにどん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 答えてもらい、最近バズってるものを視聴者の皆さんと学んでもらうコーナーです。はい、お願いします。ゲストは引き続き柳さとかちゃんと花輪えりかちゃんに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。二人とも自信はどう？なんかそのバズりとか流行りとか敏感？ JK なんですよ。あ、そうやな。JK なんですよ、私は。もうこれ何も言い返せん。任せてください。 JK なんだ。強い。任せてください。はぁ、しか言わない。じゃあちょっとやっていこうか。、うん、せっかくなんで、はい、はい、今回も最近バズってるクイズを多くご準備しました。ちなみにここから出される問題毎回全部むずい。ほんまに全部むずいで、前回初めて全問正解者が出たから、そう、まあ、全問その用意した問題を答えたわけじゃないんだけども、うん、答えれる限りの問題を全部出たんよ、もう正解者が。すごい。そう、だからちょっと2人、じゃあ、ね、ゼロ問続けてかもしれない。ちょっとね。はい、ということでお願いします。はい、そして番組のご覧の皆さんもゲストや番組についての質問や感想、クイズの答えなんかもツイッターのハッシュタグカタカナでデジバズで引き続きつぶやいてくださいね。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速いっちゃいます。はい、フリップ問題なんでね、全部、うん、はい、いきたいと思います。はい、では早速第1問。ドゥドゥドゥ。YouTuber のヒカキンさんが開発に携わったカップ麺が5月9日に全国のセブンイレブンで発売しました。そのカップラーメンの名前は何でしょう？ヤホーニュース出てたよな。超話題になってますね。超話題になってたよね。やばい。もうどこも売り切れ。見たぞ、ヤホーニュースで。どこも売り切れで、なんか美味しいらしいです。わかんない。これはね、すっごい今バズってますね、これ。食べてみたい。これはわかるわ。わかりました。はい、かけました、私。ちょっとやばいかもしれない。やばいかもしれない。大丈夫？しょっぱなからわかんない。
わかりますか、ヒントヒントヒ、あ、ヒントはダメだ、ヒントいいかな、これヒント、ヒント言ったらめっちゃ簡単になっちゃう気がする。じゃあ、でも、わかったわかった、わかるよな、こんなんな、調味、あ、調味料の味が入ってます、調味料の味がちょっと入ってます、合ってるわ、合ってる、はい、わかんない、多分ね、ここは合ってると思う、わ、マジか、エリピピ頑張って、かけた、かけた、かけた、JK でしょ、はい、せーの、せーの、はい、味噌菌、味噌菌、ヒカピピピ、あー、やったな、これやったこれやったな、そんなことやってみやぞ、やったわかんなかった、はい、正解は、はい、正解は味噌菌です、イエーイ、よし、じゃあノブピピと、はい、ヒカピピ、ヒカピピちゃう、ヒカキンになってるサトピピ、サトピピ、ヒカピピ釣られてる、正解、あざっす、正解、じゃあ110、わー、マジか、ゼロ、いいよいいよいいよ、エリピピ、次やりに行っちゃダメだよ、エリピピ、はい、行こう行こう行こう、はい、じゃあ第2問、はい、2023年4月よりアニメが放送開始されております推しの子、うん、赤坂赤と横槍綿吾の作品で週刊ヤングジャンプに連載されてます。さてこのアニメオープニングテーマは夜遊びさんが歌ってます。そのオープニングテーマのタイトルをお答えください。推しの子、じゃん、推しの子です、天気の子じゃなくて古い推しの子、古いって言われてる、推しの子、推しの子、最近結構話題になってる、話題になってます、推しの子、うん、推しの子ってあの推し、推しで、そうです、推しの、最近その推しの子で、そのアイドルの子が踊ってる曲、うんうん、楽曲とかが今、うん、TikTok でバズってて、みんな踊ったり、バズってんねや、はい、バズってます、iTunes とかでもずっと1位とかです、うんうん、でも自信ない、あこれはなんかこういうの鳴らしてくそれ戦うやろファイトやそれ、今じゃないなんか全部鳴らし、あ、終わった、はいはい、頑張れ頑張れ、ね、もう分からん、はい、じゃあオープンお願いします。 YOASOBI やんな、うん、YOASOBI さんです、せーの、のお、あ、アイドル、アイドル、ピンポーン、イエーイ、何ですかこれ、ジョジョとは、YOASOBIが作りたんだから、アイドルって曲名の、アイドル、ありますアイドルなんや、え、その推しの子っていうのもアイドルのアニメの、なんかアイドルの、あ、そうです、だからちょっとさっき答え言っちゃったやばいって思って、あ、そうなんや、確かに言ってたね、ちょっと当たった、くそやったアイドルなんですね、うん、アイドル、推しの子のオープニングテーマが、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、勉強になりました。3問目いきますか、次、はい、じゃあ3問目、4月18日にテレビ朝日火曜9時ドラマとしてスタートしている高畑充希さんと田中圭さんが出演するドラマ、はい、秘密を抱えた夫婦の究極の愛を描く、うん、これ漢字読めな、ど、どく、しゅ、ば、しゅ、あのさ調べとけよ、これなんて言うんだっけ、と突撃ラブサスペンス、うん、突撃ラブサスペンスの作品となっております。このドラマの名前は何でしょう、難しい、難しい、難しいでしょ、ヒント、ヒント、これちょっとヒント、あ、ヒントはよくアカウントのユーザー名が初期設定にされる、え、待ってアカウントのカタカナですか、いや、なんか英語で、なんか よくアカウントがもうみんながつく、うわぁ、間違えた、え、何、分かったかも、あ、分かりました、分かったかもうわぁ、いやもう絶対ちゃうな、何やったっけ、うわ、英語です、英語いけるんじゃないでもこれちなみにカノンも分かる、難しいですね、問題、うん、難しい、分かんない、分からない、わかりました、わかりました、え、これでいきます、ヒントは英語で、英語でこれでいきます、お、え、初期設定ですもんね、初期設定のなんかユーザー名、よくライブとかで名前設定してない人が出てくる名前、違うかもしれない、待って、はい、お、
はい、どうしよう、間違えたら。いや、大丈夫、これ入ってるってことやんな。そうです、入ってるって、その文字入ってるだけ、よくなんかこのユーザーネームが、いや、でも、はい、でももう、はい、はい、はい、せーの、じゃん、エッグタルト。あー、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 すごい、なに、エッグタルトって大丈夫、なんですか、なに、エッグタルト、ツイッターのさ、初期設定って卵やん。え、あの画像がさ、卵やん。あ、アイコン、アイコン卵やん。さ、うんうんってなぜてくれてる。そ、卵やんな、あれ卵やんな。それで俺、エッグタルトやと思った、タルトはよくっぽいなと思って、違う、え、アンノン、アンノン、アンノン、正解、アンノン正解です。スペル合ってる、え、スペル大丈夫かな、ユウ、ちょっと待って、うん、サトピピ全問正解じゃん今。あ、すごい、やばいやばい、天才だ。バズってる、バズってる。こいつこいつか。はい、じゃあ行きますよ。行きます。4月28日に日本でも公開されたザ・スーパーマリオブラザーズムービー、5月11日現在で世界で1500億円を突破した大ヒットとなっております。さて、この日本版の声優マリオの声を担当しているのは一体誰でしょう。うわ、誰。4択です、4択、ナイス、ナイス、ナイス。はい、A、 三宅健太さん、三宅健太さん、はい、 B、 畑中佑さん、 C、 関智一さん、 D、 宮野真守さん。あ、でも4分の1だからもしかしたら当たるかも。知ってる人が一人しかいなかった。ああ、そもそも宮野守るやろ、宮野守る。宮野守るやな。いや、そうよね、ごめん、2択にしてくれへん。あ、2択は、ああ、 え、待って、これ答え、あ、2択はいきます。はい、三宅健太さん。三宅は読めろ、漢字。三宅は読めろ。はい、に、宮野守るさん。お、じゃあ、じゃあ、じゃあ、A か D ってこと。そうです、A か D です。お、いきました。はい、はい、オープンお願いします。せーの、ドン。三宅健太さん、A、 D、 D、 宮野守さん。お、正解は D です。 D の、ダメですね、あれ、全問不正解。ノクピピ、あ、最初は2分の1感じせんと俺も語れんやわ。あ、そうなんや、宮野真守さんなんや。そうです、ね、マリオの子やってんの。うん、三宅健太さんは、ちなみにクッパ、クッパ、惜しい、惜しい、クッパの声。てか、クッパ喋ってるやん。あ、確かにクッパって喋る。ガオーしか聞いたことないけどな。そうなんや、確かに。ちょっと待って、専門正解、4問目正解。マジ、すごい、すごいね。まさか見てる、答え見てる。超能力ある。ちょっとね、しかも時間来たから、これ、え、全問正解のままや。やばい、すごい、出ました、全問正解。2週連続、2ヶ月連続か。クイズ王です。すごい、サトピピ、サトピピ最先端だ、4分の4、すげえ、すげえ。いや、すごいね。え、こういうクイズ得意の。いや、クイズが普通に好きで。あ、好きなんや。じゃあクイズ番組とか結構普通に見ちゃったりするんや。もう大好きで、めっちゃ見てます。あの東大王とか、な、好きなんや。大好きです。見る？いや、あんまりテレビは見ないですね。見ーよな、まあ、YouTube とかそっちよな。YouTube、スマホ。ネットフリとかな。はい、なんかじゃあ、せっかくなんでコメントもし、あ、そうですね。ツイッターの、はい、来てたら。いや、すげえ、2ヶ月連続で出た。嬉しい。すごい、すごい。すごい。いや、無理やわ。無理、もう2択外す状じゃもう無理これ。西村さん、ライト当たりまくって眩しそう。そんなね、眩しくない。大丈夫、大丈夫。何度心配しとんねん。もっと気にするとかあれやろ。わかる？多分今はツイッターの初期設定のアイコン、うん、卵じゃないのよね。え、そうなんや。あ、何になったんだろう。人か、あの無人の黒いやつか。あ、そうなん、私もそのイメージ。卵のイメージある。卵やんな、古い人間。そうやんな、誰が古い人間。古くないわ。じゃあちょっとせっかくなんで最後ちょっとさとかちゃん、なんかちょっと告知があればもし、うん、はい、あ、
言ってください。はい、私そうですね、うん、基本今はインスタ、うん、ツイッター、TikTok の SNS で基本的に、うん、あの活動をしていて、名前は何でしょう、柳さとかで、柳さとかでやってるので、はい、ぜひぜひ柳さとかで調べてもらうのと、うん、あとミクちゃんもね、うん、ちょっと毎日はやってないんですけど、うん、本当に本当に不定期でやってるので、うん、これ多分ほんまに不定期やなこんだけ本当に本当に言うとるからな、ミクちゃんで開いて出会えたら運命なので、うんうん、ぜひぜひ皆さん来てください。ちょっとでもさ、今日放送したからさ今日明日なんかちょっとさ、うん、もうこの放送の近い段階で明日やります、今日やりますとか言っといた方がいいんちゃう。あ、じゃ あ, これからこの後やります。おー、いいねー、はい、ぜひお越しください。柳が漢字で、さとかはひらがな。あ、そうですな、やね、はい、調べてください。お願いします。お願いします。じゃあ、エリピ私も、うん、特になんか他のお仕事とかさせてるわけではなくて、うん、SNS 活動を、うん、今は重点的にやってるんですけど、うん、TikTok、インスタっていうよりも、うん、めっちゃツイッターで喋るタイプの人間なので、だからエリピピって多分調べたら出てくると思うので、うん、ツイッターまず見てもらって、うん、そこからなんか、あ、こいつ面白いなって思ったら、うん、インスタとかエリピピはひらがな、エリピピひらがな、全部じゃひらがなでエリピピって言うたら出てくるんだよな、はいはい、なので面白いなって思ったら見てもらって、みくちゃんも今は毎日やってるので、よかったら、はい、覗きに来てくれたら嬉しいです。毎日、はい、今日もやります。この後、はい、じゃあちょっと時間だけ被らんように、はい、そこちょっとお互い、あの私9時からやる、10時からやるちょっと時間ずらして、せっかく今日来てくれて見てくれる人もいるから、うん、ちょっとずらしてやってもらえたら、はい、うん、で、まあ MC の人よかったねって言ってもらえたら、わ、はい、かりました、はい、なんで、もうっと言ってこいよおい、ごめんでした、ノブピピが、こうやって名前忘れてるのに、ノブピピ、ノブピピ、シャドラゴンドーマン、じゃあね、今日せっかくちょっと、うん、ふんちゃんも来てもらったから、最後ちょっと、告知ですか、告知っていうか、まあ、どうやった、すっごい楽しかったです。楽しかった、うん、もう毎週、てか毎日ここに通いたいぐらいどうぞ、そこに、お席ありますんで、こちらは、ここに見る側ね、すごい楽しい。いやでも本当にすごい助かりました。いや、こちらこそです、はい、本当にありがとうございます。わー、なやそれ、なやそれ、いやでも本当にありがとうございました、こちらこそ、急遽昨日の夜ということで出ることが分かったんが、助かりました、うん、本当に、こちらこそすごい楽しい時間を、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあちょっと、うん、次週の放送、ちょっと次回の放送ちょっと言ってもらえればなと思います、はい、はい、それでは次回の放送は2023年6月8日、はい、素敵なゲストを迎えて、8日っていうね、8日な6月8日っていうから、うん、6月8日、はい、素敵なゲストをお迎えしてこの番組をお送りさせていただきます、うん、はい、ということでお送りしてきたデジバズ、はい、今回はここまで。お送りしたのは MC の西村信明とアシスタントの川谷香音でした。そして柳さとかと花輪えりかでした。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。信明って書いてくれてる。